横浜 FC ユースを応援しよう、ユース交代連対談。ヴィッセル神戸ユース出身の小川圭次郎です。サンフレッチェ広島ユース、花の10番の山根とわです。横浜 FC ユース出身の杉田彩斗です。佐賀東高校出身の中野義弘です。広告高校出身の村田斗真です。前橋育英高校出身の室井圭介です。まあじゃあ圭次郎から聞こうかな。まあ圭次郎、神戸一筋で、まあ、神戸として初めて西登録選手がこのチームに入りました。で、クラブの史上最年少記録を塗り替えたんで、そうですか、めっちゃすごいっすね。神戸のユースどうでした？神戸のユースめっちゃきつかったです。いや多分、まあ、監督によるけど、違う、多分そこら辺の高校よりは走ってるし気持ち入ってたし、これユースなんかなっていう感じでやってたな。高1の時と高2高3で監督違くて、まあ、高1の時は、まあ、足立亮さんって結構まあ厳しくて有名っていうか、代表のアンダーの代表の監督とかやったんだけど、一生分走ったってぐらい走ったから、それで多分今俺総力ついてるし。じゃあ人間機関車って呼ばれてるゆえんはそこから来てた。言われませんよ、昔言われてる。人間機関車知らないの？人間機関車って全然知らない。よし知ってるでしょ。知らない。知らない。知らんの？俺のこと何も知らないや。意味あるのかっこいいな。あの大玉君貼ってたから、人間機関車は大きい人がユースで。だ俺ジュニアエースの時も早かったけど、だ俺ジュニアエース1年生で入って 1500m 測定、中1から高3までで俺1位やったから。あ、ええ、早いね。そうそう、で高校生が中1に負けんなよって走らされた。かわいそう。ありがとう。じゃあ次よし、よし、佐賀東高校、佐賀の中で強豪だけど、どういう高校生活？高校生活、高校サッカーを送ってました。鹿児島出身だったんで果実に行きたかったんですけど、あのフィジカル前面に押し出すスタイルだったので、まあ、中2ぐらいでちょっと自分そっちじゃないなって気づき出して、で佐賀東はこうパスとかドリブルとか自由にできるチームだったので、あの先輩たちもそこに行ってたので、あと全国大会ももう僕が中3の時にはベスト8とかなってたんで、あの佐賀東に行くことにしました。あ、じゃあ自分でもサッカー留学で単身で。ああ、そうですね。でも果実でもどうせ寮生活するのは決まってたんで、別にどこに行っても変わんなかったんで。ちなみに対戦してるかな。それはちょっとどこやった？それで降りたで。その話もっと聞きたいな。世代でいいぞ。次、花の10番って呼ばれた。あいろいろあの調べさせていただいたところ、プレミアリーグウエスト得点を、すごいじゃん。何点取った？まあでも12点です。これすごい。何試合？プレミアって今10チームぐらいですか？昔でも11、12か。ぐらいでしょ。20ちょいぐらいじゃないですか。じゃあ半分は。まあそれはそうです。10番。まあ10番ですね。あの広島ユースのな。あ、広島に上がれなくてセレッソに行ったんですけど、でセレッソのトップの選手がそれこそ杉本健佑だったり、柿谷陽一郎だったりとか、あとブラジル人とか、もう一瞬で諦めました、正直。フォワードで生きていくことを一瞬で諦めて、でそしたらどん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 サイドの方に行って今って感じですかね。人は昔はテクニシャン。いや、テクニシャンです。それはそうです。ヘンリーにしてる。そうっすよね。たまに出るでしょ。たまにヘンリー、たまに出るでしょ、練習とかで、はい、今うまっとか。今日のミーティングで出てたやん。出てたっす、出てたっす。広告の10番を背負ってたらどう思う？え、はい、一緒に試合は？いや、広告としてないですね、多分してないだろうね。年はでもとはか2つで1つ2つです。2つかな。ああ、じゃあやってないんだ。広告の10番って、はい、めっちゃ下手くそやったんだ、これ。ドリブル一番嫌いで、でもプロなりたかったんで。でもガンバのジュニアユースだもん、ね、はい。だからガンバユース上がれそうってなってて、でも前橋育英もだから室
とワンチャン一緒にやってた可能性もあったんですけど、上がんなかったよ、はい、上がりたくなかった、あ、嫌でした、なんかその時の高3とかがあのえぐい世代だったの、堂安律とかあの初瀬とかとかもう能力えぐくて、なんか思ってたサッカーじゃなかったんで、まあちょっとプロになりたかったんで、で広告は個人技磨けるしと思って練習行ったら、もうみんな全員うまかったです。それが決めですね。でもその中3年間かけて最後は10番エースを背負って、すごいじゃん、はい、夢の10番下手くそから10番漫画やな、漫画っすね。ついつい横浜市に生え抜きずっとだよ、はい、ずっと中学から小学校から、はい、中学から中学から、どう横浜市にですね、まあ、だんだんプレミアも優勝して次優勝した時のメンバー、プレミア優勝した、それコロナの時のプレミア関東ってコロナ1年目の時はあれだよね、遠方まで行けなかったんですよ。 でも山田だけですね、山田以外のプレミアムで優勝リーグみたいな、すごいよ、すごい、最後はどう、とにかく寮生活が一番きつかったですね。もう前橋育英にムーブがあるみたいな、いやいや、そんなことないです謙遜すな、謙遜すな、14番、いや、3年は11番です、11番か、同じ年だよ、新潟の秋山、ボランチの、え、でも、あれでしょ、マイクって14じゃないの、そう、14が一番エースなんだよね、大が10番やった、秋山が10番、つけたかった、14は全然つけたユースと交代で各自が思ういいところと悪いところを教えてください。やっぱユースの方が、なんだろう、サッカーにこう専念できる環境が揃ってるっていうか、まあ、特に俺なんか全寮制で広島のもうすごい端っこに飛ばされて田んぼしかない、ゲートボールしてるおじいちゃんおばあちゃんしかいないみたいな場所に行って、もうサッカーしかできない環境に生かされてサッカーしてるし、でそれなりにそのなんだろうな、まあ、グラウンドとかいろんなスパイクとかもあるし、でもらえる、まあ、年に何足かみたいな感じでもらえて、本当にサッカーに専念できるのはめちゃくちゃいいメリットではあるけど、やっぱ高体連の全校応援とかもうめちゃくちゃ羨ましかったな、チアとか出てさ、いやそっちだ一番、いやモテるなと思って、もうあれでも学校の中で広島ユース少ない、一人だけさ、なんか試合でどっか行っちゃう、休むとかなかった、いやでもまあその全寮制だし、あそのみんなそういうの慣れてきてるし、あまた行ったんやぐらい、別になんかサッカーすごいと思われてないだろうし、得点もね、高体連の冬の選手権とか見て、うわこいつらより俺の方が上手いのにこいつらの方が持てる、こいつらの方が持てるとか思って次はどう、僕は横浜CSそんな人数いないんで、でコーチ陣もみんな元プロなんで、まあ、環境的には少人数で、まあ、いろんなコーチに見てもらえる、トップチームもグラウンドも近いんで、トップチームとのつながりが強いかなって、これがいいというか、なんか交代連と試合するときにユースと交代連って、ああなんかやりづらいなってあった、やりづらさはあります、僕のイメージはもうガンガンハイプレスでめちゃくちゃ来るイメージなんで、何も考えずにな、はい、でもユースだけには負けたくないみたいな、お前が言う、とにかくハイプレス何も考えずに、感じメンタルを感じるんで、でもこっちは普通にやってるだけっていうか、うまくな、いなしてな、いなしてやってんのに、やってるだけだ、負けたくないってユースとか、僕らはなんか自分らのそのもうスタイルちょっと違うんですよ、あったから、ちょっと違う、俺らがこうね、俺らのこと全部ずっとボール持ってたっすね、よし、下がり足でアビスパとか、サガのトスとは一緒にしたかった、トス、いや、その時のトスはそんなに強くなかったんで、ああまあ、やったら自分たちが勝つぐらいだったんですけど、普通に勝ちますけど、そのアビスパとかトリニタとかは全然もうかなり強かったんで、僕らはユースはそのすごい雲の上の存在って感じですよ。ケイジローとヨシの時はプレミアリーグなかったの、プリンスで、俺らの代からな、プリンス優勝したら、プレミア上がりになっちゃうかった。高窓じゃなかった、高窓じゃないの、その時は高窓赤でプリンスだったやろ、
プリンスだったで、プリンスで1位になったらプレミアに、まあ、俺2区だったから、ね、3年の頃じゃあもう家出ちゃうな、でも雲の上すぎて、うん、見えてない、見えてない見えてなかった見えてない、ブロと、まあ、前橋すごい強豪だけど、そうだ、プレミア紹介されるよ、前橋だ、その時プリンスです、プリンス、どこがいたのプリンス、ユースだったら、ユースだったらフロンターレ、ベルディ、まあまあ名門がいいな、ユースはボール持たすときはいいみたいな感じでした、マイクはどんなサッカーを一応ボールは回しますけど、交代の中では多分まあそうです、あ本当、はい、もうやっぱユースの方が全然うまさはあるので、ボール持たせてどこでプレーしたいかみたいな、うん、そういうサッカーでした。プレミアリーグについて、じゃあこれは次から今日強度が高いです、あプリンスよりプレミアの方が一個一個の強度が高い感じはしました、けど俺1年の時プリンスでしたけど、その時のプリンスは結構強かったです、マリノスとかヴェルディもいて、今 J1 とか U23 代表入ってるメンバーばっかりで、プレミアの方が多分質も強度も高いんで大変でした。でもとはプレミアでその時高校どこ行ったの、東福岡、東と神戸光陵と、神戸光陵いたの、あと大津、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 よし、大津でやったことある、あります、車屋とか、おお、あ、何でしょう、一個上翔吾くんとかいたし、強かったっすよ、これなんか12点で得点王って言ってるじゃないですか、12点中6点神戸光陵なんですよ、え、片道、前、バカにすんだよ、神戸光陵って、いやいやいや、前半戦で2点と後半戦 4-0 の4点、俺なんですよ、そこで貯めたら、いや、分からない12点って記録しかみんな分からない、そう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 、じゃあ、よし、なんかユースには負けたくないとかある、いや、だから上の存在すぎて全然、でも、まあ、あの個人的にはチームとしては勝てないですけど、まあ、いつか逆転するぞっていう気持ちは持ちながら大学とかプロになった時にとは思ってました。ケイジは交代、まあ、あんま試合することない、なくない、ない、今はプレミアとか、待ってプリンスでやるか、やるけど監督とかがやっぱりお前らプロやぞみたいな感じで言ってくるやん、うん、だから高校には絶対負けたらあかんってこと分かってるよなみたいな感じで来るから言ってくるやん、でまあでもそうや、俺ら高窓かなんかで滝に途中なんかで当たって、で監督がめっちゃ葉っぱかけてきて、で 9-1 で勝ってんで、どんなもんじゃいみたいなってなったら滝に優勝したから、ああ選手と監督ね、ダブルブルドーザーの時に、タキニが優勝したのは俺らのおかげやってなったから、あれで俺らが勝ったじゃないけど期待直した、すごい、うん、ユースのやつ結構あれやん、いやトップ上がるやん、高3になったらもういないみたいな、ガンバもそうやったやん、もう5人ぐらいもトップ行っていない、うん、で俺も高3はその大会とかしか出てなかったし、あトップで練習、練習試合とか、そう練習試合とかもしひんから、あんまりその最後らへんはユースと交代連の試合っていう記憶はない、滝にぐらい 9-1 で勝ったっていう、まあでもユースの中でもエリートっすよこれ、そうだね、よし知ってたケージの名前は、いやだから激坂で見てて、おお同じだそうなの、激坂で結果だけ見るっていう、名前は知ってて、だから代表のあれとか写真見て、え、ネイマールだから、ネイマールは戦ったで、ああ戦ったで、ブラジル戦でめっちゃすごい、で俺は宇佐美っていうネイマール超え、ネイマール超え、あそこがやっぱガンバが強すぎて当時、で俺中1から試合したけどガンバに勝ったことなかったから、初めてほんまに6年間で1回だけ、あの時でガンバのトップ方の宇佐美くんと大森くんも、そう孝太郎、ええすごい、他にもめっちゃすごいやつだ、高校選手権についてどう思ってるか、いやまああんな最高でしょいや男子校はどうでもいいんですけど、共学のところはもうえぐいっすね、あそこ、うわ、こいつらよそればっかやん、いや、思ったことないですか、ね、いや、だまあ、別にこっちもありがたいことなんですけど、そのユースにもサポーターがついてまして、何人かサポーターのいい声がいい声といい太鼓、渋い一人それ一人一人応援歌とか作っていただいて、それもめちゃめちゃかっこいいです、とはありましたよ、いや、もう覚えてないですけど、多分その時、広島のトップが
の10番が高萩選手だったんですけど、その人のちゃんとこうまずで俺のやつみたいな、まあ、全く真逆の10番なんですけど、太鼓と太い声のおーおーみたいな応援歌もうめちゃくちゃいいんですけど、その黄色い声援っていうか、俺もそれも欲しかったなと思って。ありがたいな。いや、ありがたいですよ。青山で来てくれた。青山で来て、なんか稀にだけど選手権に出たくてユース辞める人いるじゃん。それこそ神谷選手っているね、うん、そういう一生持った人だ。ああ、それはないですけど、まあ、羨ましいちょっと俺別にそんなんだけど、まさか、あんまりだから興味なかった選手権に。選手権に、でも試合見てたでしょ。で決勝とか見に行くやん、兵庫県の、うん、ノエスタでやるし、うん、でその時に、まあ、やっぱ決勝やからみんな観客もいっぱい来るし、そしたら結構なんかちょっとチャラチャラしたやつがめっちゃ格好つけてんねん。それにはちょっと腹立ったな。いやお前そのね、わかるわかる、選手がもうワンプレッシャーだったこれがもう、あれは見られてるっていうのあるやん。そうそう、観客見てたけど、みんな選手権出たでしょ、3人とも。いや僕出てないです。あ、出てないんですか。そんな、まあやってる選手もいたけど、でもどっちかっていうと県の方がやっぱ佐賀だから、公立だから、その、うんうん、あの全国出たら見に来れないから、県の方がみんな気合入ってたかな、どっちかって、そういう選手多かったかも。俺は別に全然気にしてなかったけど。ぽいっす。ぽいな。関係ないもん。そうだと思います。インハイもあって、まあ、プリンスもあって、選手権やって、やっぱ選手権にかけるみんな思いが一番強いじゃん、東大って。それって、なんでだっけ。最後だからじゃないですか。よし、テレビ。規模的なものはね。あれでプロになれるとか決まる子とかもいるの？いるやん。もうだってあの時にはだって樋口とかそのダブルブルドーザー言われて。知らん俺の代のやつ。それで得点をなってプロの時、それで急にオファーが来てってことですか？そうです。で、高3の時にエスパ入った。いるんやん。もうだってあの時ってさ、もう決まってんじゃないの、次の学校代、まあ、だからインターハイとかの方が多分、ね、そう今は2年の時に出てない。2年とかで、うん、急に決まんない。プロ遠いよな。遠い。ユースやったらすぐプロやん。もうそこで1番になったら、まあ、10番になったりしたらプロやん。それは結構なんか羨ましかったです。でも大木さんにあれでしょ、はい、見染められたんでしょ。はい。まあ、古橋京子がいたんで。ああ、それで、まあ、練習呼んでくれて、古橋京子よりいいって言われて取られたんですけどいや、お前のおかげかもしれない。それで葉っぱかけられる頑張るなあかん。いいやり。葉っぱ交換。でも頑張ってたら頑張かもしれない。いや、そうっすね。いや、むずいよな。むずいな、そんなに。はい。まあ、高校行って男子校やったんで、その、だから、とわくんの言ってた応援はちょっと違うですけど、でも人めっちゃ多かった。いや、あれも良くない？だから、男子だけで。えぐいっす。えぐいって、うまーとか言ってる。しかも関西人やからもう。一緒にサッカーしてる。えぐいって、うま、トーマくん、えぐいってって、ね、その、ね、次の日とかに、トーマくん、えぐいっすね。めっちゃなるっすよ。みんな言うよね、えぐいって。えぐい。高校生言いがちやな。全部えぐいで話せるから。褒めすぎやろぐらい褒めるもんな。誰も見てない。あいつの高校生。何々でえぐいよ。大阪だとライバルはあそこだったんだよね。履正社。そう、履正社。やっぱそこの、いや、まあわかんないです。履正社、大阪桐蔭、阪南大、行政とかもめっちゃあるんで、大阪そんな強いっけ選手権。いや、もうだから僕らとやるってなったらもう全部もう引かれて、カウンターとかもそんなサッカーするんで、勝てばいいもんな。勝てばいい。選手権出たいもんな。まあ一回勝てば何歳通らないんだよ。じゃあ、ムロ最後選手権、もう前橋育英は常連校だし、まあライバルそこしかない。前勝。いや、俺はなんだ、桐生第一です。あ、出てへんの？選手権出た。あ、出てます。さすがにそこにも勝って、桐生一は強かった。強かった。高校時代一番きつかった練習メニューとかなんかある？まあ俺練習メニューじゃないんですけど、俺携帯取られてたんですよ高校3年間、ね、青春全部捨てたからだから憧れてるんだ。そうだからだから俺青春を全部捨てたんでしかも一番大切な高3の時期に、まあ広島ユースその時まだ携帯没収ってのがあって、9時ぐらいだったんです。9時以降携帯触れないみたいな。でもどうしても触りたくて、青春したかったんで俺でダミーを出してその携帯いじってたらそれがバレて、なんか自分でお前なんか罰考えてこいって言われて、監督に。
なんかわかんないけど俺1年間携帯使わねえっすって言っちゃって行き過ぎたな。うわ1ヶ月よかったのって。マジ行き過ぎたな。1年間俺携帯使わねえっすって行きって言って、で1年間俺ずっと本当に携帯触ってなくて、そのどうしてもの時、あのお金ちょっとお金が必要やとか、生活費ちょっと送ってくれとかの LINE ポンって送ったら、もうありがとうございました。すいません、あの終わったんでありがとうございました。それ辛い。練習はまあまあ対人ばっかりだから、それだけが一番きつかった、まあ、きつかったことにしてもらってやっぱ交代での方が上下関係なんで、最後はそれこそ上下関係あんの。いや、そんな俺のチームとかあったありました。あったんや、はい、許そう。そんなにすないやろな。まあまあ多少のあれはあるぐらいです。全然もう優しいです。行くよ。まあ、めちゃめちゃありました。それ何が一番きつかったの？きつかったの？学校でスポーツクラスだったんですけど、休み時間に先輩が来て、一人ずつこう呼ばれて、男子クラス呼ばれて、正座です。え？なんで？なんでなんで？急に。急に。これが交代連なんですよ。これが交代連。この二人がちょっと。種類が違うっていうか、交代の中で。え、罰走とかない？なんかボールなくしたら、あわ、1年走る。そういうのはあるよ。それはでもあるっす。あるよ、連帯責任とか。それなら1年だけとかなる。3年もやろう。そのカテゴリーによってだし、僕らは。俺、坊主してるよ。サービス。マジで。坊主してた。1年、ってこと全部、全部1年。俺も坊主したよ。いや、俺も坊主したよ。俺も優勢に坊主したよ。俺も坊主した。俺1年から坊主した。1年の、なんか、まだ正式に入団してへん。で、春休みやから練習来いみたいに行った時に坊主で、うん、試合負けてで坊主で坊主でみたいな、まだ弱いねんかみたいななって、やばいなってで、するかってみんなするやん。ちょっとそしたら、お前坊主して勝てると思ってんのかなちょっと話が強いです。話が強いです。俺でもその携帯割れた時坊主してます。高3の時、一番青春した時に、もう一番こうやってワックスとかこうやってやりたい時に俺も マックス坊主にしてるんだ。罰走とかで16秒40って、端から端まで16秒で走って、で40秒でジョグして戻ってくるを50本とかやんねんけど、30人ぐらいいるやん。30人全員が入ったらカウント1やん。で入れへんねん。そうだね。で吐くやつとかいるし、だからそういうのをや、絶対俺らの方が走ってんなと思って、全国で一番走ってた自信やな。でそれで後ろから押すねん。ああ入ってほしいから、泣きながら僕いたら入れませんやとか言って、で関係ないみたいな。後ろ押すのありましたね。で速いやつが押すやん。そうです。あと毎週10キロ走ありました。おおすごいね。走りがしか毎週クーパー走やろ。クーパーや。12分間走だよね。10キロ走。10キロ走です。そういうのはなかったっすね。俺朝練とかあったで、5時半から。ああ、それだったっす。朝から1対1だったっす。ゴール前の俺1対1を永遠とやらされるんですよ。俺ら交代でやるの。あれ朝練5時半。俺も5時半です。で、バッソーやろ。バッソーもあった。俺もバッソーはあのチャリ使っちゃダメって言われて、ユースなの。あの広島って寮から練習場までめちゃくちゃ長い坂なんですよ、上り坂。それをお前らはチャリなしで、チャリ使ったらバッソーみたいな。そうです。チャリ使えないです。もう走ってそこまで行かない、バレるんで。そのスタッフもそこの道を車で登ってるんで、走ってなかったらバレるんで。ちょっと交代連っぽいな、こっちの方。だから俺走れるもんね。走れるよし、結構走りがあるの、九州。いや、走りはあるけど、だこれ小中学校で経験してるもん、このやつ。ああ小中学校厳しくて。中学待ったっすよね、別に。中学校、ボール1個なくなったら。小中がめっちゃ厳しくて、学習とかしてる。高校は全然、まああったけど、一般生もいたから、こなせてそう。俺はこなせる、俺は全然、俺の域までは来なかった。もっと早くみんなが脱落してくれるから、全然大丈夫。高校時代のサッカーの恋愛事情。交代では結構厳しくなかったんで、恋愛しちゃダメことなかった。自由。まあ自主的やろ。ちゃんと直してるもん。青春を全て捨てる。でも連絡取れないから、できないよね。文通せよ。終わりっす。マジで終わり。私は彼女だよ。それと結婚したの。いいなぁ。いい話やな。いい話やな。高校からも。サッカーも頑張って、恋愛も頑張ってました。喋り出したあと2時間ぐらい喋ってまいるな。よろしいよ。な、俺たち思い出いっぱいあるから。
ユースだけど交代でみたいなエピソードいっぱいあるよ、ね、苦しい思い出なんかやっぱ残ってるやん、うん、7月7日琉球大柏高校と三沢で戦います。応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。交代連覇かな。はい。